ちょっと皆さんに聞いていただきたい話があります。あるアメリカの物語ってことなんですね。皆さん、この方ってご存知ですか？ヘレン・ケラーって聞いたことある？ね、ヘレン・ケラーさんって生まれた時から目が見えない。耳が聞こえない。だから口も聞けない。三重苦で生まれた方です。ね、で、その後、一生懸命訓練をして喋れるようにはなったんですけど、一生目は見えないし、耳は聞こえないままでした。でもその後、世界の福祉制度を変えたっていう、間違いなく世界を変えた女性なわけですよね。で、そんなヘレン・ケラーは、アニー・サリバン先生と呼ばれる、サリバン先生という人生の師に出会って、そしてそこからいろんなことができるようになり、世界を変えていった。ってことなんですけど、これがサリバン先生ですよね。今日皆さんにお話しするのは、ヘレン・ケラーのお話じゃなくて、今から150年ぐらい前、アメリカのニューイングランド州の精神病院に勤めていたお掃除のおばさんの話なんです。これ実話です。で、このお掃除のおばさんが勤めていた病院には、9歳の緊張型精神分裂病という診断をされた女の子が収監されてたんですね。当時は精神病、ね、メンタルに対してやっぱ差別の強い時代なので、こうやって鉄格子に入れられてるわけなんです。うん、で、彼女はもともととっても聡明なね、賢い優しい子だったんですけど、両親が若くして他界してしまう。そして、妹と一緒、弟と一緒に施設に引き取られるんですけど、弟もほどなくして亡くなってしまった。そしてその心のショックから、この重い心の病を患ってしまった。ってことだったんですね。お医者さんたちが何人も彼女をこう診察するんですけど、もう治る見込みはありません。基本は寝たきり。ご飯ももう全解除。で、あとは衰弱して死を待つばかりです。っていうことだったらしいんですね。さっきの優しいお掃除のおばさんは、彼女のお部屋の周りを毎日仕事するのが役割でした。で、おばさんにも同じぐらいの年齢の娘さんがいたんで、彼女のことを不憫に思いながら、でも何もしてあげれないんだよなって思いながら毎日掃除してたわけですよね。で、せめてこんぐらいのことできるかなと思って、毎日去り際に鉄格子の間からこのモップですよね、ほうきの絵を差し込んで肩をちょんちょんってツンツンってしてあげるっていうことを始めたんですって。明日も来るからね、ちょんちょん、元気でいるんだよ、ちょんちょん、おばさん明日も来るからね、ご飯いっぱい食べるんだよ、ちょんちょん、一方的なおしゃべりですよね。で、そんなことを毎日毎日続けていった。で、それからもう半年とか、おばさんの一方通行のおしゃべりが続いていたわけなんですけど、ある日おばさんが地下にこう降りていくと、彼女がベッドのところに座ってたんですって。で、ずっと寝たきりだったのが今日座ってたんで、おばさん嬉しくなって、あれ？今日ちょっと元気なの？元気になってきた？彼女無表情のままですよね。よかったね。おばさん今日も張り切ってお掃除しとくからね。で、また一生懸命掃除して。また明日も来るからね。元気でいてね。ちょんちょん。そんなことをずっと続けて、座ってる日も寝てる日もありながら、もう一年半の月日が経っていた。そんなある日、彼女がね、ちょっとずつ震える手で自分でご飯食べれるようになったんです。おばさんそれ見てめちゃくちゃ嬉しくて、あ、ご飯食べれるようになったんだ。プルプル震えながら、ボロボロこぼしながら。で、おばさんの会話にうなずいたり、一言二言だけ会話を交わせるようになったり、2年以上ずっとそんなことを続けていたら、彼女は奇跡としか言いようのない回復を遂げていった。で、これ実話なんですね。お医者さんたちがびっくりして、こんなことはあ
ありえない。奇跡だって。うん。で、彼女は最後に笑顔さえ見せてくれるようになった。すごいって言って彼女は社会復帰してたわけですよね。うん、で、そこからもう10年ぐらいの月日が流れて、この精神病院の院長先生がアラバマ州から来たっていう一人の紳士の相談を受けたんだそうです。ね、このご夫婦のお子さんが重度の障害を抱えていて、世話をしてくれる人探してるんだけど、つって。知り合いだったわけですよね。で、この精神病院の院長先生は、20歳になったこの少女を推薦するわけです。よかったらこの子をって、うん、お世話役にってことで、その彼女の名前がアニー・サリバンだったって。これね、ヘレン・ケラーのあの世界的偉業はサリバン先生によって成し遂げられたってことは世界中の人が知ってるんですけど、じゃあそのサリバン先生を変えたのは誰だったのか。これは記録にもほとんど残ってないサリバン先生の手記の中にわずか数行出てくるだけのお掃除のおばさん、名もなきおばさんの存在だったんですね。映画奇跡の人っていう白黒映画もありますが、ヘレン・ケラーのことを描いた、その中にもね、そういう描写が一瞬だけ映ります。サリバン先生がそのおばさんの存在を思い出すっていう、うん、まさにおばさんは世界を変えようとしたわけじゃないんですよ。この子が可愛くて不憫でしょうがなくて、何かしてあげれることないかって言ってほうきでつついただけだって。おばさん、あの世行ってからびっくりされたと思いますよ。あの子なのって、あなたなのって。僕たちって本当にこれからいい日本作るんだとかね、コロナでえらいことになってきて世界を変えるんだとか、そんなことを言うと私には無理だなとか思ってしまいがちなんですけど、ね、たったほんの少しの勇気と愛があれば世界って変えられるんだなっていう、本当に僕が大好きな大切にしてるエピソードです。人は誰もが味方を必要としてて、うん、一人で生きていける人は誰もいない。僕も30過ぎまで自分なんかってずっと思ってました。俺なんかにって。けど僕の人生を変えてくれたのは妻でした。あなたならできる、絶対できるって。彼女はちょっと気の触れた人なので、ね、まさに東日本大震災があった時、僕はまだ新婚でした。あの時結婚9ヶ月目です、ね、仕事辞めてまで被災地行っちゃいかんだろうって思ってました、でもどうしようって。そんな時に彼女が言ってくれました。そんなに悩んでるんだったら、私が社長さんとかにそれ出してきてあげようかって。お前おかしいだろ。止めるだろ普通。大丈夫だよ。その時ね、彼女がね、本当に辞表を持ってね、涙目でね、辞表を僕の方に向けて渡しながら言ってくれた一言は、ね、もう一生忘れません。なんて言ってくれたか、ひろちゃん出番だよって言ってくれたんです。困ってる人がいっぱい待ってるよ、これはひろちゃんにしかできないことなんだよ。なんで僕は翌日にその辞表を出して被災地に行きました。あの一言がなかったら皆さんと出会うこともなかったかもしれません、で僕はカウンセリングって何か、コーチングって何かってよく聞かれますけど、僕の中の答えはただ一つです。チカ子が僕にしてくれたことだって。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それではいってらっしゃい。